皆さんこんにちは。それではですね、今回新しく、ガイダンスというかプロモーション始まっていきますアウフォン解釈、追求ですね、アウフォン解釈追求という講座について説明したいと思っております。で、去年やったのがアウフォン解釈指南ってやつでありまして、ずっと私が読んでいたっていうやつなのね。で、読んでいて顔が私に現れませんでした。で、リズムない状態でアウフォンずっと読んでいて、行間読んでいったんだって話が出てくるんだけど、やっぱしね、これだけではわからないって方もいらっしゃるんだよね。で、今回やるのは何かというと、このバージョンアップ版です。ね。で、もちろん、アウフォン解釈指南っていうのがありますんで、それはそれで、買うなり聞いてもらったりすれば良いと思ってるんですよ。これはこれだよね。で、リリースの方が始まってから担当明けすぐなんですけどね。アウフォン解釈指南は去年通り、これは全く書いておりません。だから音で聞くだけだったら、これでいいっていうことになるかもしれないけど、音ではないんだと。できれば媒体欲しいんだよねっていう人がいらっしゃるかもしれませんよ。媒体欲しいんだよねって方ね。で、どういうふうな媒体になってるかというと、言ってみたら担当とから論文が合致したっていうのが、これアウフォンの講座になるわけでしょ。多分2年目の講座って、担当は担当、から論文は論文って分けてると思うんですよ。で、そうではなくってオールこれ巻いていった話になってるわけね。で、それが紙媒体に載っていて、ないしはそこに書いてないことについても載っております。例えばこんな話だよね。これちょっと今日やったのがたまたまありますんで見せようかなと思ってるんですけど、こういうペーパーになっております。これ例えば、2章の29条2号っていうところだよね。あ、29条1個柱っていうところになるんだけど、まず論文的趣旨って絶対必要になりますよね。趣旨だったらこうなると。で、これはアウフォンに書いてないことも書いてないことかもしれません。書いてないんだけど所作すると大体こういう趣旨を書くんですってありますよね。あと論点ってあるよね。論文の論点ってあって、これは説明しております。毎回説明しております。で、あとは担当的にはこういうのが聞きましたっていうところで、基準問題っていうのを挙げて説明しております。ここね。そうすることによって行間ってよく読めるんだって話になってくると思うのね。で、一応アフォンが難しいと言われてるのは趣旨あると思うんですよ。一つはこれアフォン解釈でもちょっと言ったと思うんですけど、ここにも載ってるよね。昔は結構淡白だった。私勉強してる頃はね。ただ行間読むのは難しかったんだけど、今どうなってますかというと、めちゃくちゃ読みにくいんだよね。なんで読みにくいんですかというと、ここ書いてある。現在のアウフォンは、改正事項が多く含まれておって、本来の根幹事項が薄いんですよ。すごく。確かに、ページだけ見ると、こんなに厚くなっちゃったんですよ。もうすごく重たいよね。だけど書いてる内容っていうのは、スカスカっていう状態ですよ。本当はこれ見るためには改正文それぞれ見なかったらいけないって話になるけど、見てる暇全くないでしょ。ないしはこれやってしまうと、かえって勉強の妨げになっちゃうよね。でもそこに本当の根幹ってあるんですよ。あって、本当は書くべきだったのね。で、書いてあったんですよ。書いてあったんだけど、改正改正でしょ。27年改正、26年改正、23年改正って言って改正があって、でも州としては条約の改正によってこうなったんだってのはすごく多いんだよね。そうなってしまうと、国内の重要なところが損なわれちゃったっていう感が極めて強いわけですよ。だから、見てもよくわからないって話が出てくるわけね。で、試験どう使っていいのかよくわからないっていうのがあるわけですよ。で、これをずっと私はね、去年アウフォン解釈で喋っていたわけです。で、喋ってるだけでは、やっぱし、気まらしってあるよね。そうなっちゃうと、せっかく受けたのにってなってしまうではないですか。で、今回はこれを、作り直したんだよね。作ったというか、紙媒体に落とし込みました。今までやった知識ね、言ってみたら入門講座でやっているような内容とか、論基礎、短基礎でやっているような内容とか、あと2年目でやっている内容とか、全部これ含めて、レジュメにしたんですよね。レジュメっていうか、書いたって話になります。書いたと。ね、書いたっていうのは端になってる。で、もともとの発想はっていうと、アドバンスをちょっとね、発展させたっていうことになるのかな。今のアドバンスもいい悪いはちょっと別として、問題ってやっぱしあるわけですよ。ね、新しい問題にどんどん対応しっていうところはいいんだけど、本当から言うとね、担当の試験っていうのは基準問題さえ押さえておけば足りちゃうんだよね。基準問題は何ですかっていうのが分かったら、担当はこれできるんです。あとは過去問ずっとやっていけば解けるようになるんだけども、新しい問題これ付け替えちゃうよね。そうすることによって本当のベンチマークになる問題っていうのがなくなってしまってるのが今のアドバンスっていう状況かなって思っています。どこはね、それはいい悪いは別にありますよ。やっぱ最近の問題は出やすいと。最新式で分かりやすいってのあるかもしれないけど、やっぱ基準問題ってやっぱ絶対あるのね。論文もそう。担当もそうって話になっていて、基準問題で絶対あります。で、これは、ちゃんとこれ載ってるわけね。
9級試験からずっと始めて、いわゆる古い問題も含めて、これが基準問題だっていうのはまず載っております。まあ、そうすることによって、多分ここだよね。現在の本は改正事項が多く含まれておって、本来の根幹事項が薄くなっているっていうところが、多分復定できるでしょうね。復定できるでしょう。また、独学でこれ読むってことは極めて大変。本当に大変なんですよ。ね。自分の時も大変だった。これは本解釈した時に言ったと思うんだけど、私は2年かけてこれを読んだわけですよ。そういう講座があったのね。128回だったと思うんですよ。で、1回目1年で特実っていう回があって、60数回やったのね。で、3時間60数回受けたわけですよ。で、それを受けて、なんとなく分かった。で、それが終わった後2年目で、衣装商標やって、で、国際出願法はやんなかったかな。やって、それ60数回やって、それもやっと分かった。で、これやってるうちにだんだんと、核ができてきたんだよね。2期。だから、当時の2年目、今やってる2年目の講座って、昔々はなかったわけですよ。あくまでも、入門やって、討論やって、アホンやってっていう講座が主流だったのね。で、アホンやるっていう講座が、そんなにやったわけではないんですよ。で、2年やるのは極めて、すごく長いでしょ。うん。別に、レジュメがあったわけではなくって、単に読むだけの講座だったのね。で、128回ぐらいあったんだよな、それが。で、なんとなく根幹が分かってきて、そこから今日極めてバッと上がったってイメージがすごく強いんですよ。うん。で、今回はどうしてるのかっていうと、去年、一応これ読みましたよね。青本解釈指南という形で読みましたよね。うん。読んで気づいた点、ないしは、これ少し足りないなっていう点、それを全部レジュメ化したんです。で、それはさっき見せたレジュメって話になっておりまして、うん、例えば、まず、これは、29条1個柱なんだけど、ここに書いてある趣旨は、論文の趣旨でしょ。趣旨だね。あとは、論文だったらこういう問題点がありますよっていうところ。論文、論文って書いてあるんだけど、産業上利用性と発明は別概念だ。じゃあどう書くんですかとか、ないしは医療業は産業かってこれ問題点があったりとかね。ないしは、判決。これね、判死。この産業上利用性をめぐって、こんな判例がありますよっていうのが書いてあったりするわけ。で、これを見ることによって、だん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 とそのアウホンの行間というのは埋まってきますよね。本来こういうのを書くべきなんでしょうけど、今書いてるわけでは全くないわけです。なかなか難しいなっていうのが今現在なんではないの？うん。だからこれに書いてあるものは、さっきも言ったけど、基本的な、担当の問題、ベンチマークになる問題をまず選びました。担当的にはね。だって一応担当にも、論文にも、あと法律でもしてるんだっていう形で入ってるからね。あとは、論文の論点、趣旨、入れました。そうすることによって、分かるっていう構成になってるわけね。だけど、科目によって、多少変えてるんです。中身を。で、それが、多分、この、アーキテキストに載ってくるかと思うんだけどね。どうなってますかってことなんだけど、ですね。まずは、特許っていうのがあって、こっちか。特許ね。特許の方は、特実の方は、まずは問題の題って全部つけました。特許は一番基本になりますんで、これ癖をつけてもらいたい。特に担当の問題については、丸バツで解いてはいけないわけですよ。問題の所在って全部あって、なぜ特許庁が聞いたのかっていうのがまずあります。ね。で、それに対して、題を書いて、で、こうやって解釈していくんだよねっていう解法が来ました。これ昨日、前回は喋っていただけなんだよね。でも喋ってるだけでは、やっぱし気なくしてしまうなっていうのは、これは、脱げないんだな。で、そういった意味では、まず問題の所在を書いて、題書いて、解釈っていうのをこれやっております。まあこれがずっとこの特実にはつながっている理念かなっていう感じがするわけね。で、今回ね、20版対応でありますんで、もう変わってるところって実はありますよね。で、変わってるところについては何も庁としては出てるわけではない。だから、あえて書いておりません。別に。書いてないんだら使えないではないですかって言うんだけど、これ説明できる範囲では説明しています。ね。書いていないんだけど、説明できる範囲では説明します。TPP 何条によれば、こうなっていて、だからこうなったんだ。例えば、商標の38条4項、なんでできたんですか？と。TPP の要請でできたんでしょ？何条にこう書いてあって、国内ではこういう、形式をとっていて、だからこうなったんだって説明しますからね。あと、審査基準。これは一応反映させております。特に、衣装とか商標ですね。そっちは。衣装商標については、まあ、審査基準も反映しておりますんで、反映させております。そこはね。でも、商標、衣装が、変わってしまうんではないですかっていうのがありますよね。これはある程度少し喋ろうかなと思っております。ね。今回結構、まあ、
収支含めてやっておりますので、委員会でもやってるんでね。だから今こういう議論があって、こういうふうに解釈するんだよねっていうところについては話そうかなって思っております。今ね。で、じゃあ遺書はどうですかというと、特許と違って遺書は学説重視って話になっています。遺書、学説重視ね。うん。で、学説が知らないって人結構いるんだけど、でも論文式試験って何となく出てますよね。学説、ないしは題を取りましょうねって、旧試験に近いような問題が最近出てるんだよね。うん。で、これやっぱし、なんだろう、考える受験生来てもらいたいっていうところだと思うんですよ。特実は、なんとなくね、担当にちょっと近い形っていうのが論文でしょ。で、未消化っていうと、王道を聞いてるんだな。本当に論文という感じがします。試験の先生の癖が現れてるかなっていう感じもするんだけど、だけど、王道って何、題は何っていうところね。で、それに対してどう答えていったらよいのか。やっぱし、予備校とは違うっていうところは実はあるんです。まあ、それはどこに書いてるかっていうと、チャイン先生の本でもない。中山先生の本でもない。一番の貢献解釈は、まあ、青本が多分審査基準なんでしょう。でも審査基準って、あれ見てこうなったっていうだけではダメなんだよね。なんでそうなったのかっていうところの裏。これはお話をします。今回特に遺書は変わってますよね。5月1日から遺書法の審査基準は大改定されました。一応反映させてるからね。なんでそうなったんですかっていうところの説明はちゃんと行います。遺書ね。で、また来年度変わる予定だよね。遺書については。これ暫時アップデートしていきます。遺書についてはね。遺書はそういう形でやっていくんだって話になると思うのね。で、これは全然去年は話していない状況です。だって審査基準変わっていないし、まだ案も出てない状況で私は収録しておりますんでね。やっていない。で、さらに、まあ、今回変わったよね。で、さらに、まあ、今法律ももう通ったって話になっておりますんで、遺書。あとはいつから施行かっていうことだけど、多分4月1日から施行されるんでしょう。来年度もね。そうなっちゃうと、また相当変わりますよね。で、問題点で何って言っても、まだ皆さん分かってるわけではないでしょ。で、こういうのはやっぱし、予備校の先生がやっぱ喋んないとダメなんではないですかって思ってるわけですよ。で、この観点は全く喋っていないです。青本解釈指南ではね、去年、口頭で喋ったやつでは、これ喋っておりません。で、これは、この中で喋ります。レジュメの中にも書いてあります。それはね。で、商標はっていうと、やっぱ判例重視なんだよね。判例。特に論文は判例重視って話になっております。判例重視。で、作り方は大体この特許に書いてあるようなものに似てるんだけどね。まあ、担当のアドバンスと全部これ含めて書いたような形でありまして、まずはこの条文書いてあって、問題点について線が引いてあってってやつね。私の入門講座のレジュメ見ると、こんな風に書いてあると思うんですよ。で、そこからしか試験は出てこないってことをこれ指してるのね。長年もう30年私やってますからね。10年、20年ではない。30年やってるわけですよ。受験指導22年目。そして、自分受験生で約10年分やってるわけですよ。で、何が出て、何が出そうはないかってよく分かってるつもりなのね。試験以上より知ってるかもしれない。その試験に関してはね。ある意味ではですよ。ね。そうすると、まあ、趣旨はこういうのは出てくるかもしれない。ないしは、担当だったらこういうもの出てくるかもしれない。あるいは、青本では書いていないんだけど、吉織先生とか、ないしは中山先生の本にはこう書いてあって、これこういうことなんだってことは説明しております。すべてね。だから、なんだろうな、青本の解釈指南でやって、数やってることはっていうと、基本書のね、基本書ベースのことについての、お話であったりもするってこともあるわけね。うん。まあ、そういった意味では、2例目の講座のオールインワンってことになるのかなっていう感じはするわけですよ。で、これをシェアしないで、教科書を読んだってことになるかっていうと、多分ならないんだよね。一番の勉強、特に2年目の勉強、これ人にもよるんですけど、1年目で入門講座が全くわかりませんでした。うん。で、それは勉強不足かもしれませんよ。これわかんないけどね。で、あるいは、バクトしかわかりませんでした。これは裏が全くないからでしょう。単にこうなるんだ、ああなるんだって聞いただけってことがあるかもしれないですよ。で、裏を言ってる講座っていうのが、これは青本解釈指南であったりとか、青本、今回のは、追求っていう、解釈追求っていうのが一番これはベストなのね。で、紙媒体に書いてありますんで、よく読んでもらいたいの。こう書いてあって、こう書いてあって、あと問題の解き方って、こう解くんだって書いてあるのが、特に特許なのね。私はこう解いてるんだって頭の中に解いてることが、ここに書いてあるんです。これ見ることによって、ああ、佐藤ってこう解いてるんだよな。私は試験合格まで4年かかりました。4年ね。でも2年は遊んでいたと思ってるんですよ。で、勉強は人一倍やっていた。だって過去問10年分は毎回毎回40回ぐらい解いてたのよ。で、見た瞬間に、これ何年度の問題だってパッと分かったのね。で、分かったんだけど、本番の試験に行くと解けないわけですよ。全く解けないわけ。
単に答えを覚えてただけなのね。そこで真剣に考えた。一つはやめようかなと、向いていない。もう一つは考え方を改めようと。で、受験会に行ってやろうかなと思ったんだけど、よくまず考えました。受験会に行くのも良いと、いいんだけど、やってないことがあるよなと。まずは本ってよく読んでなかった。あとは何だろうな、基本書よく読んでなかったと。読み始めたんですよ。読んで、あとは一般法って当時は試験科目だったのね、選択科目、私は受けておりました。で、それと融合したのがちょうど3年目かなっていう感じです。3年目ね、で、その融合することによって、分かんない問題が解けるようになるわけですよ。担当であろうが論文であろうが。論文だって去年の一つの衣装といったら、本田これを書くんだよねっていうのは何となく見えて、透けて見えるのね、書くべきことって。あとはどうまとめて書くのかっていうところが論文っていうだけなんですよ。論文っていうだけなのね、で、これもやっぱりこういうのを聞かないと多分わからないと思ってるわけですよ、昔あった論って、何しろ昔から語られてる論って、これって全部写真されてるんではないですか、今の講座って。でもそうではない。この講座はオールインワンといった意味ではね、すべてのね、問題点、すべての条文、あるいは青本でしか乗っかっていない趣旨とか、ないしは文言の解釈ってありますよね。これはすべて入れてるつもりです。あとは私の考え方ね。担当ってこう解くとこう解けるんだっていう考え方。これも含めて入っております。まあそういった意味では、なんだろうな、これやることによって相当わかるんだっていう形になるかなと思うんですよね。ここはね。で、まあいくつか書いてあるかと思うんだけどね。例えば、これですかね。プレゼンで写しますけど、まず一番最初、講座の特徴はってあるよね。本講座は音だけではなく、趣旨を理解していく青本解釈指南と異なってテキストを使用して講義を行いますって書いてあるよね。前はこれ読んでいただけでしたよね。だから音ではいいのかもしれないけど、ビジュアルに映っていないってことね。私の顔見てもしょうがないんだけど、でもやっぱし媒体がないと忘れてしまうとして絶対いますよね。お答えます。テキストは現在の青本第20版を基盤として書いてるので、ね。だから、改正用の部分はこれ書いておりません。書いていないんだけど、触れます、これは。知ってる限り触れます、そこはね。私が持つ様々な、情報、知識、情報を一つにまとめていますって書いてあるけど、その通りなんだよね。担当の解き方、ないしは改正法ってこうなってできたのだっていうところね。まあ、それを、まあ、説明します。で、来年改正予定されている部分については、単に条文のみではなくって、その経緯や問題点を私の知る限りでって言ってるんだけど、まだ本に書いていないではないですか。だからこれは知ってる限りで説明いたします。答申とかいろんな委員会の意見とかってあるでしょ、それを含めて説明いたします。ここはね、だから一番最新だってことになるかと思うんですよ。ここね、条文多分あるかと思うんだよね、TPP 関係のやつはあるでしょう、条文としてはね。でも TPP の本文って多分ないと思うんだよね。TPP 何条にやればこうなってっては多分喋ると思います。そこのところはね。で、さらに講義の特徴はってあるかと思うんですよ。ね。で、書いてありまして、まあ、書いてあるね。青本解釈指南と違って、テキストを使用して講座を行います。テキストは現在の青本第20版を基本句として、私が持つ様々な知識、情報を一つにまとめています。だから昔作った、いわゆる担当アドバンスと、論文アドバンスって昔あったのね。これを一元化したようなものです。言ってみたら。で、そういった意味で進化系のテキストですって書いてあるよね。多分今までなかったと思うんですよ。で、さらに青本の記述が入っていてって話になると、昔の、まあなんだろう、その担当アドバンスと論文アドバンスを合体したって形になるかなと思っております。で、仕上がっておりますってなってるわけね。ここね。で、情報一元化に資するんだって話になっております。で、書き方はっていうと、さっき言ったように特許については、所在、論証、結論。まあ、特に担当ですよね。で、担当の基本的な問題について、これを徹底的にやっております。まあ、特許だからね。やることによって、大体担当って、こう解くんだよねってことは分かるかと思います。で、そういった意味では担当がダメだったっていう人ね。それも、手にも箸に棒にもかかりませんでしたっていう人は、ぜひ受けてもらいたいなと思うんですよ。簡単な問題なんだけど、これが基本的な問題なんだよなってよく分かるからね。で、佐藤はこう解いてるんだって分かります。これやることによってね。で、あとは衣装とか、商品はさっき言った通り、衣装は学説中心。で、あるいは改正法を少し喋ります。来年度こうなるんだと。そうなると解釈変わるんだってことを喋ります。で、商標はどうですかというと、商標は判例中心。
ないしは、まあ、基本的な敵とか構造は変わらないんだけど、判例も結構喋ります。判例こうなったんで、審査基準こう変わったんだと。現在こうなっておりますと、ね。担当はこうなっております。論文こうなっております。これは変わらないんだけど、中心課題はそっちに置きます。だから審査基準変わったんだとかね。多分そういうの喋ってる先生っていないと思うんですよ。講座もないでしょう。といった今では、この本解釈追求っていうのは、まあ、進化系だっていうことになるのかなと思います。やっぱし、紙媒体作りますんで、相当これ、かけて作ってるのね。特筆だけで600ページちょっとかけるぐらいあるんですよ。特筆だけでね、あるんですよ。で、一生商標になるともうちょっと少なくはなるけど、でも結構の量があるわけですよ。で、それを話すんだって話になりますんで、ね。それも29回で喋るわけでしょ。まあ、結構スピードあって喋っていくんだって話になりますんで、パッと頭に入りやすいかなっていう感じはします。ね。で、あとは割引って話になるんですけど、割引は種々あるんでしょ。一つは、学習経験者。無線にやってる方ですよね。入門講座をやったけど、残念でしたと。再度入門講座を受けてもらっても構わないですよ。構わないんだけど、もう一個の選択肢としては、これを取ってもらっても良い。で、この方は 20% 割引って話になりますよね。あと、修学の方で、ね、もう一歩進んだものを取りたいっていう方は、取ってもらっても良いと思ってます。これも 20% 割引だよね。で、さらに、昨年度、解釈試験を取った人と、これも 20% 割引って話になっています。ここね。なっていますって話になるので、こういう講座を取ることによって、多分、なんだろう、2年目の講座って、これでいいのかなっていう感じ受けちゃうと思うんだよね。ぜひそれで見てもらいたいなって思っております。中身ね。まあ、それぞれ、2年目の講座は2年目の講座でコンセプトあってやってるんでしょうけど、アホンはやっぱり中心ですからね。アホンって、特許庁の貢献解釈本。で、これしかないわけですよ。学者が書いたものは、所詮は学者の書いたもの。でもこれは特許庁の貢献解釈。論文の問題、担当の問題も特許庁の貢献解釈。ということね。特に担当のものについては結論これ分かりますよね。あれこそまさに貢献解釈。その貢献解釈なぜたどり着くのかっていうところが分かんないと、なかなか担当も論文も点数が上がっていかないわけですよ。まあそれちゃんと書いてあるのが特に特許法のところかなと思ってます。担当こういう問題出ましたと。所在はどういうところにあって、なんでこういう回答になるんですか。ちゃんと書いてあります。ね。で、それを見て、なんだろうな、理解してもらいたいかなって思っております。できれば、12月中までに全部終わらせてしまって、担当の核を作ってもらいたいんだよね。そうすることによって、論文、足がかりにできます。ないしは、担当、50点取れます。まあ、そういう講座をやっていこうかなと思って、今回、通信でこれをやらせてもらってるんですね。うん。だから、どうしても、なんだろうな、なかなかできないっていう方、私もそうだったよね。2年目までは何度もやっていた。過去問でやっていた。だけど、本番の試験に行くと、50点満点で20点、数点しかいかないわけですよ。だけど、アホンちゃんとやり始めて、ないしは、基本書を読み始めて、で、繋がったっていう瞬間になってから、何やったって解けるわけね。本番では50点満点で48かな。受かる前の年って。うん。で、論文で落ちちゃったんだけどね。これ論文は受かるべきして、受かるべきだったんですけど、解けたのね、と思ったの。そしたら、問題も読み間違えちゃったんだよね。一年余計にかかってしまいました。で、最後の年は、担当も論文も余裕でしたね。で、担当あまり勉強しなかった。しなかったけど、50点満点で46ですね。今でも受かるでしょ ?60 点満点で46って言っても受かるでしょ ?50 点満点で46でありますんで、92点ぐらいかな取ったんですよ。うん。で、担当、論文はって言ったら、これは、だいたい予想した通りの問題が出てきましたね。全部。で、これ書くと何点。これ書くと何点。アホにこう書いてあったよなっていうところが、まあ、書けたりとか、これもう少し圧縮して書けたりとかって、まあ、できるようになったのね。まあ、そうなっちゃうと強いぞってなりますんで、すべての、なんだろう、原点って全部これにあるわけですよ。うん。で、そういった意味ではこれをやるっていう意味は極めて大きい。ただ、喋ってるだけだって話になると、聞くのはちょっと忘れちゃったよなっていう人もいらっしゃるかと思うんですよ。だから注意喚起を含めて、ないしはこれだけではなくって、これを補う形で、なんだろう、学説とか含めると、こんなことになりますよって言ってるのが、今回の講座の骨子になっているわけ。まあそういった意味では、2年目をこれから受けようとしたらでもいいだろうし、1年目、もっとやりたいとしてでもいいだろうし、ないしは1年目やったんだけど、どうしても単数が伸びませんでしたっていう人は、ぜひね、受けてもらいたいかなって思っております。まあ、両方受けてもらっても良いんだけどね。アホ本解釈指南と追求って受けてもらっても良いんだけど、進化系は追求でありますんで、
まあ、どっちを取ってもらっても良いかなと思っていますけどね。ぜひ、私2年目やるのはこれしかありませんので、今のところはね、これを取っていただいて、まあ、担当50点、ないしは論文、まあ、見た瞬間に分かると、ね。いわゆる試験員との会話ですからね、論文って。この会話できないとダメと。ね。配点読むのもこれ会話ですから、会話できないとダメとなりますので、ぜひ会話をしましょう。その会話をするためには、腸の貢献解釈たるアホンと読めないと、やっぱしダメなんだよね。これができると極めて強いったらしになりますので、一緒に勉強していきましょう。ね。で、全部で29回でありますので、去年ほどは重くはないってことになるからね、ぜひやっていこうかなと思っております。で、皆さんのお申し込みの方を待っております。で、5月の担当からだいたいこれ見れるのかな？最初の方はね、見れますんで、早くから勉強したいって方は、ぜひやってもらいたいかなと思っています。で、通信だから、場所を取らないし、それから場所を取らないし、時間って関係なくこれ聞けたり見たりできますよね。それも含めて勉強となっていくんで、特に、弁理士の受験生って忙しいではないですか。仕事やってますよね。司法試験の受験生とやっぱ違う。その母体っていうのがね。彼らも専業受験生ですから。ね。時間はたっぷりあると。でもこっちは違うわけですよ。ね。仕事を持ちながらやっている。で、それを受かるのはやっぱし偉いと思ってるわけですよ。私は。ね。だからぜひ仕事を持ちながらでもいいんだけど、持ちながら、やっていきましょう。ね。そして、ここに書いてあることがやっぱり最低限分かっていないと合格者としたってかわいそうって話になっちゃうからね。一般常識がこれ通じないって話になるわけですよ。これは腸の貢献解釈。これも分からないで受かってしまうって話になると、仮に受かってしまったとしたって残念でしたっていうことになってしまう可能性あるわけね。まあ、それもないようにぜひこれで点数を上げていってもらいたいと思っております。ということで、ぜひ、向けてもらいたいなと思っておりますので、お待ちしております。